このドワーフモンキーは中心の陽心何枚かを見てみますと、だいぶ小さくなってきていますね。この葉っぱとこの葉っぱあたりから1,2,3,4 枚とこの巻葉5枚はかなり矮小化してきていますね。これは前はそちらのサンルームの前の庭の方に置いてて、しばらく前にこの車庫のところに持ってきたんですが、特別これだけ別な場所に置いていたわけではありませんが、寒くなってきたのにつれて陽心の矮小化が始まったんだろうと思います。同じような場所に置いていた別な株はほとんど葉の矮小化は始まっていないんですね。ここはサンルームですが、サンルームに持ってきたのは2週間ほど前で、さっきの 4,5 枚の陽心矮小化が始まったものとほぼ同じ環境に置いておきましたので、栽培場所による違いじゃなく個体差による矮小化のスタートの遅延、それから早期化だと思います。他にもドワーフモンキーバナナは同じような環境に置いておいたものがありますが、この銀バナナの株元にやはり同じく口径30センチメートルの陶水ポット植えの2株があるんですが、これは葉っぱを見ますとこの巻葉がどうなるか分かりませんが、それ以外は陽心の矮小化はまだ始まっていないんですね。その隣の株はこの1枚はやや矮小化が始まったかもしれませんし、それから次出てきている巻葉もどうも矮小化の陽心みたいですね。それで、まあ、これらをデータとして記録する場合には同じような栽培環境、陶水ポットはすべて口径30センチメートル、そして屋外に置いておいたものです。今サンルームにあるのもちょっと前に取り込んだだけですから。それでこういうものをいつ陽心の矮小化が始まったのか、それから陽心の大きさはどれぐらいであったか、長さとか幅とか面積とかですねのデータを取っても、4株のうち2株は矮小化が始まったようですが、他はまだ始まっていないと。これらはデータを取ってもあまり意味がないと思うんですね。個体差というより他ないですね。ですからもしこれが4株じゃなくて1株とか2株だけだったなら、それによってデータを記録して後で解析して理由、
それから対策などについて考察するといっても、個体差を考慮に入れなければ誤った解析、誤った考察になってしまうわけですね。で、それはそういう環境でのデータ、解析、考察でしかなくて、それを見た人が、初心者、初歩者がこういう場合はこうだなと、もし理解したとすると、それはとんでもない勘違いになってしまうわけですね。数値化されたデータであれ、それからこういう写真とかムービーの記録によるデータであれ、あくまでもその人の幸い環境において、そういう個性を持った複数の株、あるいは一株がそうであるというだけで、そうですね、似たようなメリクロン苗から、あるいは掘り分け苗からスタートした株が10株以上あって、同じような環境、栽培環境でどういう結果が出るかを調べて、やっと一種の傾向というものが分かるぐらいでしょう。できれば30ないし50株で観察してみないといけないでしょうね。正確な記録、写真とか、それからムービーとか、あるいは数値化された栽培記録などはさほど他の人にとって参考になるものではないんですね。あくまでもその人の栽培環境、そしてその人が入手したバナナ苗の生命力の個体差によっていろいろな結果が出るということなんですね。科学的データ、科学的解析というのも、科学的というと正しいと理解されるかもしれませんが、そんなことはありません。正しいかどうかはあくまでもたくさんの検体、あるいは資料、観察対象ですね、そういうものをほぼ均等な栽培環境、あるいはいろいろなことを研究する場合には、例えば温室栽培環境とか、それからサンルームとかビニールハウスみたいなもの、ところ、そしてまた露地といっても日当たりいいところ、風通しはどうかなどのいろいろな条件ですね。そして観察した地域での温度湿度などの総合的な影響をことごとく考察して、膨大な解析結果を出さないと一般化されませんので、他の人たちには参考にならないし、場合によっては他の人たち、栽培経験があまりない人たちに誤った印象を与えてしまうということになるわけですね。メリクロン苗ですらいろいろな個体差がありますので、ましてや一株二株しか入手できない場合には、その苗が本来あまり成長しないような株かもしれませんので、観察記録などは、ほとんど参考にならないということですね。よく成長するものは最初から真の開花に、
生命力があったということで、温度とかそれから日照りとかあるいは栽培期間中のいろいろな日照条件ですね、日照時間が長いとか短いとか、それから湿度がどうであったとか、そういうことによってある程度は左右されると思いますが、一番問題になるのは各苗の成長する生命力が問題なんですね。ですから科学的に観察しても、その神経のに蓄えられている成長生命力パワーというものは大抵の観察者には洞察できませんので、いろいろなブログで見られる、まあ私のを含めてですね、いろいろなブログで見られる栽培記録というものはその他の人たちにとって参考になるというようなことではないと思います。あくまでも自分自身の栽培経験に基づいて、こういう場合はこうだなということが、まあ、20〜30年も栽培してやっとわかるというようなことなんですね。バナナに限らず、そういう生きた経験則を持っている栽培の名人たちがいつの時代にも何名かはおられるんですね。まあ有名な方たちといえば、自然農法の福岡正信先生、天然農法の藤井平先生、永田農法の永田照吉先生などがおられたりおられますよね。まあそういう人たちは生きた栽培経験則というものを波の栽培者たちよりも膨大に記憶に溜め込んでいるわけですね。それでこういう場合はこうというのが、瞬間的に生きている作物を見たときに瞬間的に分かるわけなんですね。それが正しい感というものですね。感は、まあ、感が働くとか、まあ、そういう場合の感ですが、その他に直感、直接感じる方の感だけじゃなく、直接観察するの感の直感ですね。そういうものが見事に働くようになるまでは、おそらく30年程度の栽培期間は必要ではないかと思われますね。座禅の方でも内山光正老師が10年裁き、その死の裁き行動老師が10年黙って座れで、10年黙って座ったらもう10年黙って座れで、20年経ったらもう10年黙って座れと言っておられたみたいですが、まあ10年黙って栽培しろ、10年栽培しましたと言ったらもう10年黙って栽培しろと、そしてまた10年黙って栽培しろと、まあ、30年も栽培してみたら、まあ、ちょっとはわかるよと、まあそういうようなことですね。